川勝知事が正式に表明しました。県は今日の対策会議で、感染拡大の恐れのある施設に対し、あさってから来月6日まで休業要請することを決めました。本日、県内全域の遊興施設、遊戯施設等に対し、特措法に基づく県知事権限として休業を要請することを決定いたしました。対象はカラオケやナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店などの遊興施設や娯楽施設、劇場、映画館などです。あさってから来月6日までの休業要請に応じた事業者に20万円の協力金を支給します。一方で飲食店や宿泊施設などは休業要請の対象外となりました。ただそれぞれの市や町が施設に対して休業を要請し協力金を出す場合、市や町が出す補助額の半分を県が負担します。今できる最大のところがこれだと。しかし、それ足りない方がいるかもしれないということは十分に承知しておりまして、県は休業要請の対象施設や協力金に関する相談に対応するため、明日から県庁内に相談センターを開きます。島田駅前で40年続く中華料理店です。4月へ入ってガタンとは落ちてます。今売り上げも低迷してますから、気持ちとしてはやりたいんですけど、やっぱコロナウイルス広げちゃいけないっていうものがありますから、従います、指示に。店ではテイクアウトを充実させようと、先週新たに持ち帰り用の餃子や焼肉丼などをメニュー化したばかりで、気持ちは複雑です。テイクアウトできればテイクアウトもやりたいと思います。気持ちも不安定ですね。やっていいのかやって悪いのか良くないのかっていうのもありますけど、やっぱ指示には従います。観光地伊東市のペンションです。4月で、97% 減ですね。もうほぼもうお客様はなかったという感じですね。新型コロナウイルスの影響でペンションの売り上げは例年のわずか1割です。売り上げが下がる以上に新型コロナウイルスによる感染が怖かったと話します。どうしてもいろんな首都圏の方中心にお迎えしますので、その中で必ずかからないというやっぱり保証もないということを考えると、やっぱりそういった自分がかかっちゃいけないのにかかっちゃうんじゃないかって、そういったような不安というのはやっぱりどうしてもついてきたと思います。その中での県と市が連携する休業要請に安心したといいます。まずやっぱりこれで人の移動が減れば少し安心して、また次の収束っていうのに向かって一生懸命やれるのかなというふうに思います。ただ宿泊施設や飲食店に対して休業を要請し補助金を出すのは地元の市や町です。県内一斉で補償がある遊興施設などとは違い、県は補助額の2分の1を出すだけです。静岡県は東西に長い県でございまして、首都圏に一番近い観光地ということでやっておりますので、ちょっとそういう宿泊業に関しても多分温度差はあると思っております。政策的にはですね、観光立国はちょっと違う、観光立県と違うところにはなると思いますけど、これをですね、安全な、より安全な、伊東市、より安全な静岡県になれるように今は、ちょっと歯を縛ってやっていかなければいけないのではないのかなというふうに感じております。